こんにちは、エマです。一日1問、ディクテーションの時間です。聞き取って書いてください。時間がある人は、シャドーイングもしてみてください。では、3回言います。木村さんは、週に何回ジムに行っているんですかそうですね。週に1回は行くようにしているんですが、最近は忙しいので、 月に2、3回しか行けていないですね。次はゆっくり言います。木村さんは週に何回ジムに行っているんですかそうですね。週に1回は行くように しているんですが、最近は忙しいので、月に2、3回しか行けていないですね。最後に字幕を入れて言います。木村さんは週に何回自分に行っているんですか そうですね。週に1回は行くようにしているんですが、最近は忙しいので、月に2、3回しか行けていないですね。では、解説の時間です。どうですか聞き取れましたかでは、一緒に発音の練習をしましょう。私の後に続けてください。木村さんは週に何回ジムに行っているんですか そうですね。週に1回は行くようにしているんですが、最近は忙しいので、月に2、3回しか行けていないですね。どうですか上手に言えましたか発音は大切ですから、一緒に毎日練習しましょうね。今日はみんなに覚えてほしいフレーズがあります。これです。ここには、週や月、年、日にちなどが入ります。 じゃあ、これはどうやって言いますか私は週に2回、英会話教室に通っています。こうなりますよね。じゃあ、これは私は月に1回東京へ行きます。こうなりますよね。じゃあ、これは私は2日に1 回ジムに行きますこれでもいいし、私は週に3回くらいジムに行きます。これでもいいよね。この表現はとても大切なので、ぜひ覚えておきましょう。では最後にもう一度一緒に繰り返してください。木村さんは週に何回ジムに行っているんですかそうですね、週に1回は行くようにしているんですが、 最近は忙しいので、月に2、3回しか行けていないですね。いいですね。その調子です。では、今日覚えたフレーズ、とても便利なので、ぜひ使ってみてくださいね。今日も頑張りましたね。お疲れ様でした。ではまた、次のディクテーション、一緒に頑張りましょう。またね。さよなら。